久々でーす、皆様。思い立ったようにインスタライブしてまーす。ただいまですね、カナダのトロントでライブが終わって、楽屋にいます。今ちょうどエヴァネッセンスがステージやってますね。いやちょっとずっとインスタライブをねやろうと思ってたのよ。普通にこうツアー中とかね、なんかやろうかなと思ったんだけど、なんかタイミングがなかったから、とりあえずまあなんか今日で多分折り返してなんですよね。これをもう一回だから前半戦をもう一回やると日本に帰って、そしてドームツアーに戻るっていう感じでございますね。まあ今日もねアメリカからカナダへ移動して、今回このツアーの初めてのトロント、まあ、カナダでしたけど、まあいい感じ。本当にね相変わらずあれなんですよ、本当に会場とともにライブやらされてるから、すげえこうマジで久々にマジで人がいない状態でこうライブをやってる、なんともこう2014年のワープドツアーを思い出しますけど、でもまあそれよりもはるかに状況はいいですよ、もちろん。今までだったらありえなかったけど、そのねもう最前列に自分たちのことを知ってくれてるファンの人たちもいるし、なんかこうちゃんと声もすごい出してくれて、なんかすごい優しいなって、みんなすげえ応援しに来てくれてるなっていう感じも伝わるのとともに、やっぱこう曲が1曲目からどんどんやるごとにすごいこう反応してくれるんですよ、カナダ人アメリカ人が。それがねなんか完全アウェイなんだけど、終わってみるとホームぐらいみんな盛り上がってくれてるから、それが嬉しいなっていう気持ちですね。まあ明日はデイオフで、で次の日がケベックシリー、モンチュアル、まあ、カナダの中にあるフランス語が公用語のところに行くんですけど、そこも楽しみですね。だからね今回は本当にこう充実したツアーではある。もちろんリハなんか一回もできないし、サウンドチェックもさせてもらえないし、本当になんかフェスみたいなもうぶっつけ本番でやってるんですよ毎日。でもねそれが意外と全然そんなに苦じゃないっていうか、もうそれにも慣れてきちゃった感じがあって、逆に東京ドームすごい作り込んでいって、あ東京ドームじゃねえや、日本のドームツアー最終前半作り込んでいって、こんなにラグな状態でライブをして、でまた作り込んだ世界に戻るっていう、なんかそのギャップがねすごい大丈夫かなっていう逆に不安はあるけど、でも曲も含めバンドも、まあ、だいぶ僕の多分そのなんだろうモチベも含めて、クルーのモチベも含めて上がってってる気がするから、東京埼玉北海道はかなりいいライブを見せられるんじゃないかなっていう感じはしますね。ぜひ楽しみにしていただきたいなと思いますけど、もうね30もうすぐ5になりますけど、この9年間ぐらい同じことをやってるようでちょっとずつ変わってきてるっていう、なんかすごくやっと今自分たちがなんかこう見たかった景色、やりたかったことっていうのはやっぱり地道に時間はかかるけど、やっと今ここに来たっていう感覚があって、なんかあこっからこうやって広がっていくんだろうなっていう、なんかねなんて言うんだろう、俺らが完全感覚ドリーマーを出した時の感覚にちょっと今近い感じなんですよね、いろいろ。だからそれまではバンドとしてもいろいろあってメンバー一人抜けたりとかあったけど、それを経てねしっかりとしてしっかりとしたこうバンドのサウンドみたいなものを追求して作ったアルバムで一気にこう
駆け上がっていった感覚があるので、なんかそれに今近い、まあ、よく考えたらミューズとエヴァネッセンスとアメリカでツアーやってるっていうこと自体がまあまあえぐいんだけど、普通にだからなんか自分たちがここにいるんだっていうのがちょっと信じられない。なんか本当にギミックを使わずにここまで やってきてよかったなって思うよね。なんかさ、こう金払ったりとかさ、やろうと思えば多分できるんだろうけど、俺そういうやり方は本当好きじゃないから、地道に回るとまあ時間はかかるけど、でもなんか本当にこう、あ、10年で1本みたいなさ、なんかこうあるじゃん、ご飯の世界でもさ、バンドでも10年やってみたいな、そういう感じで、あ、やっと時間はかかったけどこういうところにたどり着いたなっていう感じですね。でまたすげえエヴァネッセンスもめちゃくちゃいい人たちで、なんかライブも見てくれるし、なんかみんな向こうもファミリーチックなクルーで、なんかねすごく優しく接してくれるっすね。ミューズはなんかやっぱりヘッドライナーだから、全然こう会場には自分たちの本番1時間ぐらい前にしか現れないんだけど、なんかメンバーそれぞれ別々行動してるっぽくて、で別々でみんななんかこそっと見てくれてたらしいんですよ、ライブを。でなんかすごくやべえなみたいになって、あれ今日なんか飲み行こうってなんか言ってくれて、ちょっと顔出そうかなと思ってます。エヴァネッセンスね、好きだったなって今見、そうなのよ。俺もだからさ、ずっと聴いてたアーティストじゃん、ミューズもエヴァネッセンスも。その頃俺らなんかただの知らない日本のさロックバンドだったわけ。でもなんかトールの家とかでパソコンでエヴァネッセンス流したりミューズ流したりしてたわけですよ。その人たちが今一緒にこうやってねツアー回って仲良くやってるっていうのも考え深いし、まあそれから何年も月日が経ってるんだなっていうのを実感するとともに、ありがたいなと思いますね、自分の人生で。そう、男気じゃんけんもやってますよ。もうね、俺あんま負けてないけど、なんかそのトールが結構負けてんのかなまあでもあれはね、楽しみで皆さんやってますから、あれもあれで一つのワンオクロックの行事になってますね。今はですね、ちょうどね、なんかだらだらこういう感じ、今日の楽屋はショーンっていうねツアーマネージャーが今多分お仕事してる、平川さんね、平川さん、今日はこのトロントになんか何人かに見に来てくれた人はこの中にいるのかな。今こちら8時9分ですね、夜の。いっぱい見てくれてる、ありがとうね。うん、ご飯ね今食べた、ちょっとマジでこういうでかいツアーのいいとこっつうのはケータリングがあるんですよ。だから食べれる。だけどやっぱりそうは言いつつも、あれです、まあまあやっぱり飽きてくるっていう、その海外の味にね。だまあ僕もスーパー行って買い出し、時間がとにかくあるの。朝起きてさ、サウンドチェックもない、リハもないで、ミート&グリートもないでしょ。起きてからずっとライブまで何をするかっていうことが一番のテーマ、今回のツアーの。だから俺は近くのスーパーに買い出し行って物買って戻ってきてバスの中で飯作ったりとかしてる。カレーはもうすでに作りました、かけカレーは作ってないけどっていう感じ。そういう戦い方で今回はやってるんですよ。そうそうそう、 WBC 見てないですね。僕らも今ね、アメリカとカナダで戦ってますけれども、彼らも今ね世界を相手に戦ってるわけですよね。大谷君すごいですね、マジで。やっぱああやって年下の選手で怪物の
なんかもう世界を代表する人たちが出てくるとさ、まあ、秀樹とかももちろんそうだし、やっぱりね、なんかどんどんレベルが上がってるんだなって思うし、自分たちもそれをこうやり続けることによっていろんな場所にこう行けたり、そこにたどり着けたりするんだなっていうのを、なんか勇気をもらう、頑張ろうって。だからすごくね嬉しい、秀樹とか大谷君みたいな存在っていうのはね、やっぱり大切ですよね、どんなジャンルであっても。ちゃんと見れてないんだよね、ニュースぐらい。まあそんな感じですかね。今日本はどうなってるんですか。 WBC 一色ですか。なんか他に、うん、Speak in English for us, please。 もう英語毎日喋ってるからな。英語は本当に何回やっても大変。マジタが結婚してイケメンすぎる。顔も性格も誰かもわからない人と結婚できないでしょ。あ、花粉症がやばいのか。日本はね、そうだね、そういう時期だよね。花粉症な、俺まだねえんだよな、ギリ。いつかはなると思うけど。インフルエンザには気をつける。インフルエンザってこっちあんの？わかんないけど、コロナは全然余裕だな、まあ、コロナより俺の方が強いからな。花粉症ね、辛いだろうね。東京ドーム待ってますよ。東京ドーム結構ね、まあ SNS とかでみんな結構いろいろ見てるからわかるかもしれないけど、結構いろいろなんか無茶やってんすよ。なんかいきなり即興で曲をやったりとか、でもそれが面白くなってきちゃって、なんかリハなしで即興でやるみたいな、なんかそういうのはなんか織り交ぜてってもいいなっていう。東京、まあ西部もそうだし、特に気づいたんだけど、札幌って1日しかないんだよね。だから2日分の体力をそこにぶつけるっていうことを考えると、まあ、結構いろいろ面白いことできんじゃないかなっていうのもなんとなく入れてる視野には。だから、まあ、来る人は楽しみにしてもらいたいですね。東京と埼玉の人たちも、まあ、何かしらこのいろいろまたほら違うじゃん。今までさ、ほら俺らも言われてるわけで、セットリストを変えないで有名なもの、やっぱさ、いろんなこう兼ね合いがあって、音のことだったり演出の部分だったりいろんなことがあるから、やっぱり変えずに徐々に上げていくっていうことだったんだけれども、なんかね今回はちょっとあえて変えてってるっていうところで言うと、それの面白さもなんかちょっと見えてきて、だからちょっと面白いこと続けてみようかなと思ってますけどね。まあでもとにかく福岡、名古屋、大阪はいいライブでしたね。本当に最高。お客さんの気持ちというかね、久々にライブをやるっていうところでのみんなの気持ちがすごくちゃんと受け取れたし、あれを受け取れて逆に今回のこのアメリカツアーめちゃくちゃ頑張れてるみたいな、なんかすげえね、ドームがちっちゃく感じた。前回のドームツアーは本当にいっぱいいっぱいだったし、もう東京ドーム終わった後なんか泣き崩れてたけど、でも今回はね、今のところはすごく、あ、ドームってこんな感じなんだなっていう、やっとこうちゃんと見れて、やっとなんかこう自分のものにできてる感じが少ししますね。落ち着いてる。だから東京はやっぱり肝ですよ、本当に。やっぱ簡単じゃないしね、なんかこう空気もなんか変な感じだし、
あれだけのこう人の圧を受けるっていうのはやっぱそんなにねえ人間なれるもんじゃないですから、なんかやっても食らうもんは食らいますからね。だからやっぱりこう心をやっぱりしっかり込めて気合い入れてやらないと、あそこは立てる場所じゃないよねやっぱりね。うん、すごいパワーだなと思うし、正直いろいろルールもあるからさ、クソめんどくせえルールが 100% 好きかって言われたら 100% 好きではないんだけどね、頑張りますけどね。でもすげえ、今これ日本何時なの、何時ですかそちら。何時なんだろう。寿司ね、寿司今ロスでひあのお留守番、他のワンコちゃんと一緒に頼むよと思っている。10時朝の10時か、真逆だねねえ、朝の10時からありがとう言ってくれて。まあ一応なんかこれアーカイブは残すけど、適当にお仕事終わりとかもうだって今普通の人たちお仕事してる時間でしょね、ありがとうね。こちら今夜の8時17分です。まだエヴァネッセンスがプレイしております。聞こえる、うっすら。行ってみるステージ行ってみるか、うん、というわけでね、今やって今のが最後の曲でしたね、有名な曲。こうやってね毎日ねやってるんですよ、まあ、フェスだった日本のフェスとかでもさ、例えばああいう大御所のバンド出るじゃん海外の、やっぱさ同じヘッドライナーでも裏とか行けないわけ、すげえ厳しいのよ。だからこうやってアメリカでツアー回ってると普通にいいんだけど、
これどうなんだろう、まあ、いいのかな、大丈夫か、別に、まあ、なんかと怒られればいいもんな、あ、怒られるまで謝ればいいもんな、でもああいう感じっていうだけ、曲はそんな聞こえてないし、あのドラマはマジヤバいの、エヴァネッセンスの、エヴァネッセンスのドラマはもうね、俺が今まで見たドラマで一番ヤバいかも。今度なんか日本に行くタイミングあるらしいんだけど、ぜひそしたら皆さんチェックした方がいいですよ。エヴァのドラムヤバいよ、もちろんボーカルもヤバいけど、てかみんなヤバいんだけど、もうプロフェッショナルの集まりヤバいんだけど、ドラムヤバいね、歌もクソほどうまいしね、ビビります。というわけで今終わりましたですね、終わって皆さん帰ってくるんですか、Good job! Thank you! Perfect! Oh, yeah. Oh, man. 今のがエヴァネッセンスのボーカルですね。あ、間違うか。というわけでございます。さあ、というわけでエヴァネッセンスも終わり、今からミューズの、多分準備がありますので、今日はミューズをちょっと少しだけ見ていこうかなと思ってます。また後ほど、もしくはいつかインスタライブしたいと思います。さようなら、バイバイ。